嘆きの歌は、グスタフ・マーラー初期のカンタータ。1878年から1880年にかけて諸行が書かれ、1888年から1893年まで、最初の改訂が1898年から翌1899年まで2度目の改訂が施された。マーラー自身が作詞もすべて手掛けており、 原型のまま現存する最初期の作品の一つである。マーラーは、ウィーン音楽院の最終年次の前半において、嘆きの歌の台本を書き始め、その奏功は、1878年3月18日の日付が記されている。作曲は1879年秋に着手され、1880年11月1日に、脱行した。楽曲は大規模に構想されており、 初行では、大人数のオーケストラと、70分ほどの演奏時間が必要である。初行においては、次のように三部作であった。森の伝説ウォールドマーケンサスライの学士であ、スピールマン恩例の音楽、ホチェスタックこの初行は、ウィーン・ラクユー協会による作曲コンクール、ベートーベン賞の応募作として、作曲、提出されたが、 ワーグナーの先を行くような斬新で意欲的な表現により、ブラームスに代表される保守的な審査員になんらアピールしなかった。これを機に、マーラーは数度にわたって初稿に大幅に手を入れる。第二項で目につくのは、オーケストラや声楽パートの調節と改変である。二人の少年読書をも取り除かれた。初稿では重要な役割を担っていた、舞台袖のオーケストラも、 第2部及び第3部からすっかり削られている。第1部ではこのような事細かな苦心の改定にもかかわらず、マーラーは1893年の秋にそれをそっくり割愛することにしてしまう。演奏時間は約40分になった。初行の第1部が省略されて2部作となった嘆きの歌は1898年9月から12月にかけて、 さらに手を加えられた。この頃に以前に取り除かれた舞台袖のバンダが復元されている。1898年の改訂は事実あまりにも徹底したものだったため、マーラーは新たに自筆譜を作り直さなければならないほどだった。マーラーのオーケストラ曲においてほぼ必ずと言ってもいいほどを使われるコントラファゴットが編成にない。加えてチューバが2本使用されているが、 通常では使われない、ペダルトーン領域の超低音が数箇所見られるなど、低音楽器の編成や処方に特徴がある。第1部と第3部に、バンダとして以下の編成が加わる。第3部に、バンダとして以下の編成が加わる。初行、約70分最終行、約40分、嘆きの歌の初演は、1901年2月17日に、ウィーンにて、 マーラー本人式のウィーンフィルハーモニー管弦楽団によって行われたが演奏が不適だったらしく、そのため評価は今一つであったと伝えられる。初演は最終校によっており、この最終校は初演より前の1899年にビーンのバインベルガー社より出版された。マーラーはこの青年の熱情を込めて作曲したカンタータを作品番号1とした。 破棄された第一部は1934年にチェコスロバキアのプルノで初演され、出版は1973年になってからであった。初行はマーラーの遺族が保存していたが、1969年になってアメリカのエール大学の図書館に譲渡された。時あたかもレナード・バーンスタインがマーラーの全公共曲演奏に取り組み、 バリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディースカウの歌曲演奏で、マーラーの作品が注目されていた時期であった。このマーラーブームの中で、マーラーの音楽の原点とも言うべき、諸女作品への関心が高まり、当初は二部構成の最終稿に、初稿の第一部を置いた三部作の構成で演奏されるようになった。第二部、第三部含めた初稿全体は1997年に出版され、 同年10月に録音されたケント長の式、晴れ還元楽団の CD が、初行版、世界初録音と銘打って発売された。こうして、初行の演奏が、最終校にとって変わる状況となっていたものの、2011年の、ザルツブルク音楽祭開会演奏会で、ピエール・ブーレーズ式ウィンフィルハーモニー還元楽団に、よって演奏された際は1898。 99年の最終校であった。初校前3部の日本初演は1998年5月に東京公共楽団によって行われた。A.B. マーラーのすべて音楽の友、別冊、音楽の友者、1987年214ページ、ベルナルトハイティンク式、アムステルダムコンセルトヘボー加減楽団の CD のカール・シューマンによる解説。 過去の演奏記録ザルツブルク音楽祭公式サイトからありがとうございます。